皆さんこんばんは。JRP テレビジョンよりお送りいたします。国家非常事態対策委員会司会の立花健三です。それではいつものコメンテーターお二人をご紹介させていただきます。まず空手道本庁武道総本庁の総裁でいらっしゃいます、聴導員大閣総裁、そして、ノンフィクション作家、国際ジャーナリスト、そして革命家として命を張って日本のため世界のために、頑張っていただいておりますベンジャミン・フルフォードさん、いつものお二人とともに始めさせていただきます。今回は質問がちょっと来てますんで、 その内容としては、ベンジャミンさんがジュベリーがあるんじゃないかとか、インフレが起こるかもしれないというようないろんな話があるかと思うんですけど、その辺のところからベンジャミンさん。そうですね、はい、読者さんから、質問がありまして、で要するに僕はいつも言ってるのは、日本銀行国有化と、それから全ての借金一旦全部、帳消しして、でさらに全ての借家アパートの、借りてる人がそれを自分の持ち物にすると、で親さんに家賃収入と同額の資金を政府紙幣で渡すという計画で、1年以内に皆さんの生活水準を倍増するということを何度も言ってるんですけども、それでハイパーインフレ起きるんじゃないかという、日本銀行の人間的な発想ですけれども、それはないと断言します。まず日本銀行の、スタッフ自体はそのお金作りすぎたらその、お金の価値がなくなるということを止めるその技術はそのまま残る。で今の日本人の生活水準が下がっている主な理由は、全部外国に持っていかれてるんですよ。その1985年で確かに日本人が世界一1人当たり GDP 達成してから、パパブッシュが、JAL の123便を追求して、で日本一室論と日本官僚叩きキャンペーンが始まって、でその結果としてあれから日本人の9割以上の生活水準が下がってるわけ。特に、労働市場改革という嘘800を言って、パートアルバイトを増やすということで、賃金をうんと下げたんですよ。ですから、私が1985年の知り合ってた女の人が、月曜日から金曜日の朝9時から夕方5時まで仕事して、で全部引かれてから手取りが15万だったんですよ。今は全く同じ労働条件では手取り9万。それは末端底辺の日本人の生活水準。私やろうとしてることは、その人たちが9万じゃなくて18万手取り、そういうもので、大丈夫ですよ。絶対にインフレを起こさずにできる自信があります。なぜなら、ちゃんと必要なところに行くから。で、これはもちろん、非常に気をつけて練らないと、プロの人たちの、共に気をつけて計画しなければならないけれども、戦後の日本の農地改革を考えれば、それはどれだけ日本の高度成長、に貢献したかって考えれば同じことはできると。あと、やっぱりどうしても日本の政界はこう、なんか緩やかな電車事故みたいに、その少子高齢化について対策しないければ、これは日本の絶滅危機ですからね。これはただ中途半端な、対策では解決できない。これもやっぱり教育費全部政府出して、年金は働いている家族払うもので改革します。そうすると皆さんがたくさん子供を産まないと老後貧乏になるという、そういう仕組みを作らなければこの問題根本的に解決されない。これもいつでも、私はもうこの前安倍内閣の人間に寿司に呼ばれてね、こうで言ったんですよ。いつでもプレゼンします、説明しますと。でどんな質問にでも答えますから。でもやらないのよ。安倍内閣の人間はもう、自分たちは奴隷だと分かってるから。でもその上が変わったからね、今はチャンスなんですよ。
これは本当に上がもういないよ、あの安倍の裏がもういない、ないないばなっちゃったよ。だからお前たちもバックがいないから早く降参しなさいということ。それでいつも過去総裁もいつもおっしゃってるんですけど、政府紙幣を発行するその権限のある大統領だったりいろんな人たちはみんな暗殺されてるんですが、どうなんでしょうねその辺の暗殺とか。まあ今そういうことをやろうとしたらその暗殺しようとする人たちも暗殺されるという仕組みだから、これも、分かった上でやってるものなんで、で僕も前特に前から命張ってこれやろうとしてるからそれぐらいの覚悟はあるよ当然。だけれども逆に私が例えば暗殺されたらその仕返しにあの人たち、まあ、1万人ぐらい殺されると聞いてるよ、ほぼみんな分かってるよ、ロスチャイルド、ロックフェラー、クリントン、などなどなどみんな削除、もう昔みたいに、ケネディみたいにもうできない。なるほどですね。だからやってもベンジャミンは俺が守るって言ってるわけ。あだから来るなら来いって言ってる、来るなら来いと。頼もしい、それは頼もしいですね。いろんな、はい、今ね、はい、アメリカの特殊部隊とかアメリカ軍とか、うん、いろんな人たち、ロシア軍、中国の警視庁、みんなもう勘弁してって言ってる。第三次世界大戦を起こしたいその狂信的なわけのわからない連中がもう、これ以上この地球をダメにしたらダメだということ。なるほどですね。だからみんな降ろされてる、はい、よく考えてみて、ケネディと違ってもうロカフェラ死んでる、バシンスキ死んでる、ローマ法をやめてる、国王みんな退位してるわけ。こうビル・ゲイツ、ソロスもブン次々次ともう消えていないない場になってるの、はい、それは現実ですよ。そうですね、よかったです、うん。でまあ、今現在 の、 現職の国会議員の方で政府紙幣発行とかっていう方どなたもいらっしゃらないんですが、実は前回神奈川確か8区かなんかでフェアトというところで大西恒樹さんかな、その方がやっぱり政府紙幣発行をですね、唱えてらっしゃるんですよ。やっぱり政府紙幣発行してもその経済には問題ない、むしろ良くなっていくっていうことをもう真剣になって捉えてらっしゃるんですね、うん。実際に戦時中日本もそうしてたし、カナダも1938年から73年もやってて全然うまくいったから、事例があるんですよ、うん。これは全然大丈夫です。で今のその紙幣をずっと管理してきた人たちは、スイス、ローマなどにいる貴族でも、もう居場所も名前も全部分かってるから、前と違ってこの人たち秘密じゃないのよ。例えば僕がこういう活動を始めた頃にですね、ロスチャイルドをネットで調べたら1行しか出なかった。今600万リンク以上があるわけだから、もう隠れていない、秘密じゃないから、あの人たちも力ないわけ。こそこそじゃなきゃできないことですから、悪いことやってるんだから、ね、悪いことやってなければ正々堂々と来るんだよ。なるほどですね。私も今ね、いろいろベンジャミンさんからもお話をお聞きして安心しました。その私は政府紙幣はやっぱどうしても発行していただきたいなと。そのフェア党の大西さんはかなり金融のここの世界のプロで徹底的にもうよくご存知なんですね。ですからいいっていうことをおっしゃってます。本物のプロをみんなこれいいって言ってるんですよ、はい。そうですね。だから、うん、ぜひ何ですか、神奈川8区フェア党の大西さん、まあ、この方なんかぜひ当選していただいて、その政府支援発行してほしい。もう安倍とかあの辺みんな刑務所に入れて、そこからもうやるのですね。楽しみですね。時間かかりすぎるあれじゃ。だから犯罪者みんなもう犯罪者ですから、犯罪者は刑務所に行くもんなんですよ。ですね。総理府にいるんじゃなくて牢屋にいるのよ、ああいう人たち本当は、はい、本来、はい、その本来の姿に今戻ろうとしてるわけです。はい、そこで総裁何かございますか、今の話の中で。今のインフレ問題は、はい、まあ当分はインフレの心配はいらない。国民がもう貧乏の底をついてるから、はいはい、物が買えない、はい、ね、不可分所得がない、金がないで預金ないのがもう 50% ですよ、はい。借金はあっても預金がない、なぜインフレになるか、物買わないからインフレにならないから、永久にインフレは当分心配ない、はい、国民に金がないからと、はい、ね、はい、だから全部金は特定のところへ集まって吸い上げられて盗まれるという、はい、ですね。
それから今の、紙幣問題は、公共紙幣という段階は、今議論しても、もうこれは過去のものになる。公共コインと言わなきゃ、コイン。デジタルコインに全部変わっていく、これは世界的に。これも間違いない一つの流れである。これももちろんロシア領が考えてるんだけども、世界金融支配が一つの紙幣制度によってやってたけれども、だからプライベートバンクの紙幣なんですよ。公共紙幣ではない。しかし今度またプライベートコインっていうのがバンバン普及しだした場合に、公共コインの切り替えができるかどうかというのはこれからの議論の問題になってくるだろうですね。まあ現状私常日頃本当に総裁がおっしゃったように、皆さんが本当にお金がなくて使えないと、貯金 もうほとんどの人たちがない、人たちが半数以上いるというような中で、この現職の国会議員の人たち、もう本当にね、全国この国会非常時代を見ていただいている皆さん方、自分の周りに、ね、国会議員をとにかく尻をつっついていただきたいですね。本当にこの世の中のいかに景気が悪いかということをですね、国会議員たちはもっと自覚して、確かにもっともっと、プレッシャーを打っていかなきゃいけないですよ。皆さんが自分の選挙区の国会議員に電話するとかなりの圧力になるので、ぜひそれもやってください。そうですね、ぜひともそれはもうお願いしたいと思います。もう歯がゆくってしょうがないです。情けない今の国会議員。いやいや、国会議員になるようなやつは、はい、選挙によって選ばれるけど、選挙の場だけリップサービスすれば俺たちは通ると。選挙終わればそんな有権者、国民、市民、お前ら貧乏でいいんだよと、俺先儲けさせてくれと、俺が儲かればお前ら貧乏でいいと、選挙のためには私を使ってください、私を国会を送ってくれたら皆様方のために働きますと、こういうわけだけども。でも、もう今はもっとひどい、今上方からあなたにしますからって言われて、で選挙泥棒してるから、でその選挙泥棒の詳しいやりくりも説明してあるわけね。株式会社武蔵エンジニアリングの機械で、でそれがもう分かってるから、もう選挙泥棒じゃなくて本当の選挙もこれから、起きる。そうすると今国会、確かに3分の2ぐらいは2世3世の、頭悪いお坊ちゃん、お嬢ちゃんで何にもできないから、もうみんな首。そうですね、本当の能力のある人、まあ要はこれから親の選挙区では立候補は禁止にする、そういうことで。いいですね。もう本物の民主主義は戻ります。そうですね、はい、もう悪い人たち負けてる、安心してください。とてもね、希望を持てるベンジャミンさんと総裁の話でございました。ぜひ本当に皆さんの周りの国会議員の人たちをぜひプッシュ、どんどんどん突き上げていただいて、だらしないようでしたらば、皆さん意識の高い皆さんたち、ぜひいずれ立候補したいという話をですね、こちらの方に、JRP の方にでも送っていただければ、我々できるようなことは目いっぱいご協力させていただき、みんなと一緒にですね、皆さんと一緒にこの国を変えていきたいと思います。はい、ということで、今回の国会非常事態は、これまでといたします。ご清聴ありがとうございました。日本はユーロシアの一員である。